こんにちは、杉浦パパさんです。ご視聴よろしくお願いいたします。
足元お気をつけください。はいはい。摂津市あ、動画置いてあるな。めちゃくちゃある。これ出しっぱなしなんですよ。そうですね、出しっぱなし。でも雨ざらしというか出しっぱなしの状態なんで。でもなんか綺麗だ。あ、一応吹き上げとか洗車とかしてるんで、ね、綺麗ですよね。すごい余計ある。ハーレとかあるんですよ。ここは、ね、今あ、ないない。スクーター。そうですね、まあ、スクーターとか、まあ、ちょっと値段が低いものは結構ここに置かせてもらってるんで。ああ、そうなんだ。安いですね。そうですね、もう本当に値段は頑張らさせてもらって。すぐ走るんでしょ。あ、もう全然もう走るんで。へえ。まあここに置いてあるものはもう全部あのお客様自身でもしっかりと全然試運転とかここに置いてあるものはしてもらって大丈夫なんです。あ、そうなんですか。へえ、そうなんだ。結構昔の車両とかいっぱいあるんで。はい。そうね。シールドとかはないんだ。どうもどうも。ありがとうございます。まだかな。まだ。これは楽しそうですね。そうですね。これでいくらぐらいですか。これで180万でお出しさせてもらってます。すごいな。これな、なんていうの、ウルトラっていうの。これも充電、なんか充電してるの？充電してるんですか？あ、そうですね。今これもあの充電してますね。180。180。まあ年式が2014年の。新しいですね。そうですね。ウルトラの1800の。1800cc。1800です。へえ。こうでかい車体になります。すごいな。取り回せんなこれ。ちょっと厳しいですね。ねえ。これ何キロぐらいあるんですよ。これで3万キロですね。ええ、あの車重。あ、車重ですかね。車重は結構かなりやったと思うんで。すごいな。ウルトラだね。こんなん標準装備なんですよ。こういうの。あ、これもそうですね。これ標準？そうです。これなんですか？ナビ。これがハーレのナビ。ナビ。へえ。ナビ。すごいな。423キロ。うわ、すごいね。423キロ。めちゃくちゃあります。うん。から行こうかなと思って。ああ、なるほど。うん。手放しちゃったんで。ああ、パパさんも。よかったんですけどね。はい、パパさん。この鍵ないのはどうするんですか。まあ、この鍵ないのはこれも、一旦あのいつでもエンジンをかけれる状態にはなってるんですけど。あの鍵はなくて。先ほど言ったあのロックと書いてあったじゃないですか。それもこれも同じような感じで今全然つけれる状態になってるんですけど、はいはいはい、例えばどっかに止めてご飯を食べに行く間に結構すぐかけれちゃうんで誰でも取っていけるようになっちゃうんで。それまずいですよね。なので屋外に置くのは本当に危険なので。鍵って作れるんですか。あ、作れます。あ、作れるんですか。ただちょっとハーレーだとちょっと値段がだいぶかかっちゃうんで。あ、そう。そうです、何万かっていう。そんなかかる。やっぱハーレー高いですよね。高いです、高いです。ね、これ型取りからしないといけないんで、結構ハーレーは特殊な鍵の形をしてるんで、はいはいはい、それにだいぶお金かかるみたいで。そうなんだ。そうなんですよ。
何関西なんとかゼロシンゼロシング何もうそのまま暴走族じゃないでしょ。あ、それは違いますね。なんかのグループ多分グループだと思います、ね。これもカスタムしてるね。そうですね、これも本当にシートからハンドルから何かしら全部変わってるんでねえ。でオールペンされてあってハーレのロゴが取られていて、そこをピントで、あの光の加減で。でもあの標準のタンクなんでしょ。標準のタンクです、これは。ただあのああいうふうにハーレっていうロゴの突起を全部取って、もったいないで、中にあのペイントでハーレって書いてあるんで。あ、そうなんですか。光の加減でちょっと見えたりするんですけど、こだわりなのかな。あ、多分こだわりでありますね。こだわり、あ、わかりますか、この文字。あ、ほんとだ、このなんかラメになってる。あ、そうです、そうです、これが全部ハーレードビットさんで全部書いてあるんで。でもそうしないと見えない。そうですね、まあ明るい日だと全然見えるんですけど。あ、そうなんですか。ちょっとこういったあの暗いところに来たらちょっとこういう風に外装が黒く、これ特別なあのカラー塗装してある。そうですね、これはもう全部あのオリジナルで。オリジナルで。あ、そうなんですか。下地が赤色の上があのブラックでラメになってるもんね。そうですね、赤い全部塗装されてるんで。ただ外に出るとちょっと 赤く見える。あ、なるほど。でこういった暗いところ入るとちょっとブラックに見えて、うん、結構おしゃれな。渋いな。だいぶ結構おしゃれな、まあ、ですよね。渋いですよね。多分大事に乗られてたと思うんで。ソフトウェア FX STD、 ようわからん。 STD ございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いいたします。